だから1枚ずつちょっと配信に登場しようかなって、であとはトーク会で来ようかなって思っててって感じ。サイズ大きくないですよ。ちょっと大きいです。ちょっと大きいです。なんですよ。そう、そして今日は実はお手元にマイクがあるということは、あれをしたいと思っておりまして、こんにちは、こんばんは。あ、聞こえますか？聞こえますか？テロップ何書こう？かりさんの服で歌を歌いますにしよう。あれ、ウォーが打てない。歌いますでいいや。歌います。なんかウォーが打てない。なんだろう、ウォーも打てないや。須田あかりさんにしちゃった。須田あかりさん、うん、が必要ですね。あ、待って、やばい、うんも打てない。ちょっと一回あの縦にします。 OK、 歌で、服で歌います。 OK、 OK、 できました。自己紹介して。はい、はい、SK48 樹液研究生のりーちゃんこと杉本りーなです。13歳の9月20日生まれの中学2年生です。サイリムカラーは赤とピンクと白色の3色なので、ぜひ次会った時とかにこの3色を振って応援してくれると嬉しいです。ぜひ押してくれると嬉しいです。こちらは昨日縁日があったんですけど、縁日で須田あかりさんのクイズと椅子取りゲームに勝利しまして、須田あかりさんの形見を私服をもらいました。すごい嬉しかったです。あ、今日はよろしくお願いします。あ、今日も世界一かわいいよって、ありがとうありがとう。金曜日ぶり、あ、来てくれたん、来てくれたん、え、違う、金曜日、あー、そういうことね。そうだね。須田さんのだ、そうだよ。服着てないか、服着てないとかって、それはないです。着てます。ぶどうのカゴみたいな、カゴに入ったぶどうのアイテム、ありがとうございます。浴衣姿違うんですよ。浴衣めっちゃ可愛かったくない？形見、そうです、須田さんの形見を。お、早速須田さんの着てるので、そうですよ、もうお気に入りですでもちょっとね、レアじゃん、須田さんのって。レアだから毎日のショールームで着たくないじゃん。だから特別な日とかに着ようかなって思ってます。須田さんも喜ぶねって、喜んでくれたら嬉しいな。たくさん来ますんで、ちょっと遺言残しときます。リーナも須田さんに言っといてください。リーナちゃんがたくさん来るって言って、今日も来てたよって。優勝者、こんばんは。こんばんは。僕の分の服はもらってきてくれてないの？くれてないですね。ちょっと僕の分の服用意されてなくて、ちょっと大きいけど可愛い、ありがとう。ちょっとじゃないです、結構大きいです。まあでも燃え袖できるってことで、はい安定のプロフィール落ち、プロフィールは落ちてません。メールの返信一番頑張ってるよ、ありがとう。そ
そう、ちゃんとね、来てるよ。カラオケ、そうですよ。37億番目にすごく面白いこの配信見に来ました。こんにちは。37億番目に、世界で37億番目に面白いこの配信を見に、ああ、痛い。痛くもなかった。見に来てくれてありがとうございますね。37億番目で、ちょっと申し訳ないですけど。今日はちょっと37億番目じゃなくて、多分今日は56億万目とかに、多分そうですね、面白いと思います。だから全然面白くないって思います。昨日公開収録見てたの気づいてくれたよね。私だって分かったよ。でもさ、一つ気になったのが、リーナちゃん好きみたいなのは分かったんだけど、なんかさくらちゃんみたいな書いてて、ちょっとね、嫉妬しちゃうよね。クルバンは間違ってません。そうだね、印象付けるためだもんね。間違ってないね。お須田ちゃんのワンピは、そうなんですよ、須田さんにもらって。うん、かわいい、すごいかわいい。ああ、ありがとね。あのタヌキのアバターの方と、38って書いてある、なんか箱に入ってる猫ちゃんのアバターの方、金魚ありがとうございます。 昨日金魚すくいじゃないか、ボールすくいとかあったらしいね。こんばんは、須田さんの服は試着というか、もう本着、もう着てました。着ました。試着なしです、着ました。 ももたんさんに服取られないように、取られないようにします。サイズはぴったりだと、ぴったりでもない。 ぴったりでもないです。ひとりーちゃんのサイン、そうですよ、リーダーのサインですよ。片身言わないのって。 燃え袖で武藤さんくださいってどういうこと？武藤さんってこと？ もめたくさん、ありがとう。ありがとうね、もめ登録。そりゃね、登録してくれてるんだから。たくさん送りますよ。怒りません。送りますよ。早速来てるし、そうだよ。嬉しかったからね。あかりの誕生日は、あかりさんの誕生日は10月31日ですね。なんかパッて出てこなくて、違う、予習したの、リーナちゃんと予習したんだけど、あれ何日だっけってなっちゃって。そうですね、10月31日です。かわいい、ありがとう。赤と紫のサイリウム振ったらいいのかな。あのピンクと白と赤の、紫を、紫じゃない、ペンライトを振ればいいと思いますね。青と紫か。形見じゃないよ。そうですね。私服です。メール今来た。あ、本当？今来た？いただいた服はオークションで転売は赤いよ。 大丈夫です。しません。一生大切にします。形見リータも上手ねって。 そのままですね。もうそれかわいい、ありがとう。中学入学の制服のサイズ感。そうだよ、リリーウィングスの物販に並んでるな。あ、本当、カミナちゃんいる、もしかして。いたらちょっとカミナちゃんに、リナちゃん、今配信やってるよとか言っといて。久しぶりにリーちゃんの配信見れます。久しぶり。楽しくゆっくりしてってください。リナちゃん、須田あかりさんからのお下がりめっちゃお似合い、かわいいな、ありがとう。 お下がりかわいいですね、本当に。サイズは大丈夫なの？まあ、浴衣りーちゃん、ゆうねちゃんの次に可愛かったよって。それ言う必要ある？言う必要ある？お下がりいただきましたのがいいよ。そうだね、お下がりをいただきました、須田あかりさんに。昨日あかりんからもらった服なんで、そうです、いただきました、いただいた服ですね。昨日一番後ろのカメラ前で打ち合わせてました。わかる気がするよ。わかる気がする。須田会に自慢しようねって。キョッピーにちょっとね、
ねえ、リーナからしたらちょっと気まずかったな。ちょっとキョピごめんねって生まれちゃってごめんねって。それが須田さんの服かな。そうです、次のトーク会で着てほしい。そう、着たい。まあでもちょっと一応シークレットということで、まあ多分着るけど須田会メンバーの前で来たら大変になりそう。確かにね、本当に襲われちゃうかも。リーナ大丈夫かな、トーク会で来てたら。今日おとなしいね、クルミン戻るかなって。須田会の先輩にお気をつけてね、狙われてるよってしなよって早くさ認知させて。スラちゃんのワンピ可愛いね。そう、本当に可愛いんですよ、須田あかりさんの。一番後ろで赤一応ピンク白のサイリウム掲げてました。わかるよ、わかるよ、一応はいらないかな あ、黄色い花火ありがとね。須田ちゃんのソロ曲歌うの、いやそれは違うんですけど 試着して大きくても返せないよねって。あ、うん、返せないし、返しません。もう、須田さんのリーナは来ます。今日何歌うのか楽しみです。楽しみにしておいてください。え、でもね、今までやった曲です。ちょっと夜なんで、苦情が来ないように、ちょっとリーナ結構声大きいんで、苦情が来ないように、おとなしめの曲を歌います、今日は。We are growing up でやった曲とか、サマステでやった曲とか。こんばんは、リーナ組です。卵、こんばんは。戦いに襲われないように。そんな大丈夫？そんなやばいの？ そちらはこの間の10ちゃん縁日の？そうです。キョピ落ち込んでたよね。そう、だからちょっとね、申し訳なくて 申し訳なかったけど、まあ、もらったからには、いただいたからには、しっかり着させていただきます。愛用します。りーちゃんのサイン会買えなかったから、いつかサイン欲しいな。また次ですね。ぜひお買い求めに。須田会と交戦になりませんかって。そんなやばいの、みんな。須田会の方、さっくんにもリータのあげてたよねって気づかれてました。みんなめっちゃ見てる、すごいって。気づくよ、衣装みたいなワンピースだね。そう、本当にね、衣装って思うくらい可愛い洋服だよね。くるみん、さっくんの配信に夢中で遅れましたが、おこりーなですか。こんばんは、おこりーなです。それはもうおこりーな案件です。須田さん、ハロウィンと覚えておけば。そうだよね、衣装さんに頼んだらサイズ直してもらえるかも。須田さんが着たそのものをリナは着たいんです。リナちゃん、須田会最高幹部の浅井ゆうかたんさんに前もって報告しといてねって マジで？そんなやばい？次はちゃんと100月100日って言おうね。そうだね 右手に赤白、左にピンクでいいよね。うん、一応3本振ってることになるからね。10月31日はハロウィンなので覚えやすいよ。だよね、もらい物なの。そうです、縁日っていうイベントがあって、昨日須田あかりさんにいただきました。須田ちゃんのワンピ一生の宝物だね。本当にそうです。6時50分、そうじゃん。じゃあもうすぐ歌います。お下がりもらった子供感って、子供なんで 三色使いは初めてお会いしました。なんかかっこいいって。本当？ 三色使いですよ。ちょっとこれから自信持って自己紹介読みますわ。赤とピンクと白の3色で、ちょっとかっこいい3色を入れさせていただいてとか言ってね。くるみちゃんが赤白ピンクかと思った。違うんですよ、一応リーナの配信なんで、こちら それと首元かわいいだよね。これめっちゃかわいくない？かわいい、このひらひらもお気に入り。つらかいメンバーさんに嫉妬されそうな案件ですね 似合ってる、ありがとう。嫉妬されちゃう、怖いね
今物販でカミリナからサインとコメント書いてきてもらった。本当ごめん、カミリナちゃんねめちゃくちゃ人気らしくて、サイン書いてもらえなかった人もいるみたいだからね、ちょっとね頑張ってもらってください。昨日配信でしたが見つけてくれましたか。だから顔わかんないんだって、顔わかんないんだって、キョッピーに奪われないようにね。本当に昨日の浴衣サイリウムカラーだったのね。そうなんだよね、大岡さん推しとしてピンクを選んだのかと思った。いやでも本当にそれもあるけど、いや選べないんだよねあれ、サイリウムカラーにしてあった。結婚して逮捕してということで逮捕します。笑顔で逮捕します。ライダースも試着した。してないです。服すごい似合ってて可愛い、ありがとう。キョッピー相談もできなかったし、私服もゲットできなかったからね。そうなの、ちょっとこっちが申し訳なくて。そうなんだよね、結婚して10個もらった、無理です。逮捕します。逮捕して、あの本物の警察署へゴー。ちょっとサイズ大きいんですよ。花火ありがとね。服に体を合わせるんだね。そうですよ、体に服を合わせるんじゃなくて服に体を合わせるんです。リーナが合わせるんです。おとなしめ無理やろって。無理じゃないです。金魚ありがとね。犬の着ぐるみのアバターの方、笑顔かわいいです、ありがとう。カタファイお願いしますって、あのちょっと待って、あじゃあ次ね、次、あの今日はちょっとその用意はしてなかったな。片思いファイナリーね、また今度歌うときはちょっと用意しておきますわ。りーちゃんは一人ゲーム得意なの。うん。あれって得意とかじゃなくない、うんじゃない、椅子の前にいるかどうかみたいな。身長伸びるし、そのワンピースのサイズもちょうどよくなるでしょ。そうだよね、きっと伸びるはず。水のないプールかな、カラオケになり、あでもたくさんあるから。つだかいは怖いよって、昨日どこにいたか分かった、分かったよ、真ん中らへんにいたでしょ。いつもたくさんメールありがとうございます。こちらこそ。逆にあのね、登録ありがとうございます。これからもバンバン送ってくんで、ぜひまだの方は待ってます。昨日の日見に行ったよ、本当ありがとうね。11期生の配信渋滞してたけど、ここが好きです、ありがとう。一番落ち着く場所と思っていただいて。おもたんさん、ゆうかたんさんが須田さんのかなりの推しだから逃げてねって。ちょっとやばいですね、リーナ、命の危険が。須田さんの私服なの。そうなんですよ、あずあずに杉本ちゃんを推していることがバレてしまったって。大丈夫、ゆねちゃんにもバレてない。昨日りんちゃんの唐揚げ食べてきたよ、ほんと。でりーなも早く食べたいんだけど、おさんま行かないからな。卵ありがとね、ぶどうのかご、カゴに入ったぶどう、ありがとうございます。家に着いたので一旦抜けます。ちゅきりーちゃんが一番だよ、説得力に欠けるかも。うん、欠けてます、説得力に。でもありがとね、ナンバーワンになれたということで、一件落着ですね。自分は、あ、待って見えなかった。昨日のステージでは神がかっていたね、ありがとう。本当、あ、いつもメールの返信ありがとね。なんだっけ、猫のなんか頭になんかかぶってるアバターの方。いつも返信ありがとうございます。メールのあと金魚のあれ箱袋ありがとうございます。その服にリボンありますか。あったらほどきます。ないです、ないのでほどきます。ほどかないでください、あってもほどかないでください。あれくるみの配信じゃなかった、違いますね、ちょっとお間違いになられておりますね。須田さんも言ってたけど、須田さんあまり私服とかあげないっぽいから、かなりレアだよ。え、本当？そうなんだ、いやめちゃくちゃレアじゃん。ちょっと大丈夫リーナがね、こんなね、あげちゃって。なら東海で違う名前言えばいいのかって、やめてください、ちゃんと本名言ってください。本名じゃない、ニックネーム。
今日も可愛いね、大好き、ありがとう。昨日メガネかけてたでしょ、しかも返信で言ってたね、気づきました、ありがとね。あれ花火のあぶんグッズアイテム、アイテムありがとうございます。グッズじゃないや、あれ10個送ったら OK って聞きました。そんなこと言ってないですね、なら僕はリーちゃんにお礼を合わせます。うん、合わせてください。あ、バラありがとね、バラありがとうございます。あとあれだ、流れ星もありがとう。あとはそうですね、まず須田さんの卒コンうまくいきますようにってことですね。浴衣は可愛かったよ、下駄は歩くの大変だったから大変でした。メールズロリ乗せてよ、リーちゃんで癒されないやって、乗せます。今日も乗せたはずなんだけどな、昨日はとっても暑かったけど浴衣着てて暑くなかった、めちゃくちゃ暑かったです。めっちゃ暑かったです。昨日のリータの写真も紙に届けといてありがとね。多分もう朝ゆうかちゃんがチェック済みです、本当ゆうかさんにもうチェックされ済みだと。うちの家族もなぜかポチャッコやサンリオのキャラクターにハマっております。そうなの、リータン昨日も優勝して笹島ライブでも優勝して、もしかして勝負強い、もしかして、ちょっとそろそろ歌いますわ。かわいい、ありがとね。最近気が変わりまして、杉本ちゃんとあずあずがいいと思ってまいります、思っております。そうなのね。ありがとね、戦いは嫉妬するやろね、だよね、ダースはそれだけ10期に期待してるってことです。そうだよね、本当に会えたことが嬉しかった。忙しくてね、あかりさんがだからあんま会えないのよ。ありがとね流れ星、あとサイリームもありがとね、たくさん振ってくれて。今日は餃子にしたの、あそう餃子とコロッケにしました。普段はコンタクトだけど、たまにメガネかけてる、だからか、くるみ2分間 MC 浴衣だと思ってた、浴衣だったらめっちゃいいよね。くるみの配信終わった、寂しいって、そうなのか、じゃあちょっとちょっと切り替えて、あのカラオケを歌いましょう。カラオケ何がいいだろう、あ何がいいだろうってリナ決めたはずなんだけど、ねなんだっけな、あれなんだっけ、サマステ、あ不器用太陽は違うわ。あれ不器用太陽、いや不器用太陽はどうだろう、みんなどれがいいんだろう。あとね何があったっけな、あそうあれなんだっけ、今君歌います、今君、あれあれちょっと縦にします、なんか聞かないわ、いられること、なんか聞かない、あれなんかやばいやばいやばい、めっちゃ傾いてる、大丈夫大丈夫か、ちょっと歌うにも歌えないよなこれ、ちょっと寄せます、ちょっとね、あのあのさ、リーナのさ、あのスマホをいつも支えてる棒があるんですけど、ちょっとなんか壊れましたね。配信中に壊れるのが一番嫌だった、マジか、ちょっとお待ちになられてください。やばいやばい、破壊王じゃないから、ちょっと下から目線やだな。未完全もさ、いつも下から目線なんだよねカメラは、ちょっとこれ無理ですね。ちょっと諦めるのが一番手早い気がする、なんかカランって音したもんね、それは分かんない、それは分かんないけど、どうしよう、まさか壊れるとは思ってもいなかったですね。あ、支えるもの見つけた、目の前が揺れる、ごめんなさいごめんなさい、めちゃくちゃ揺れますよね、ごめんなさいね、引く、
く。なんかないんかな、なんかないんかな。いやー非常事態ですね。あ、ちょっと待って、ここで引く。あ、オッケーいけるいけるいける。ここで置いといて、ちょっと支えます、あの直します。破壊神なのか違います。顔なしでいいよって。顔なしでいいの、いいの。ちょっと待ってね、今直してます。あ、直った。オコリーナ見つけたって。オコリーナって呼ばれてん の、ちゃんと一応名前あるんで覚えてくれたら幸いです。ちょっと待ってくださいね。あの破壊神でもあり、あのしっかり直すこともできるんで私。お、いいんじゃない、あれ、おお、めちゃくちゃいい。はい、できました。はい、簡単でしたね。やっぱりライトの足壊したんだ、壊しました。いや、もともとちょっとね劣化が進んでおりました。ナイスですね。支え歌ってもいいよって大丈夫です。ちょっと待って、うわー、ゴキゴキいってる。大丈夫かな、大丈夫かな。ちょっと待ってくださいね。うん、いいんじゃない、ここ OK。 頑張れ。あ、落ちちゃう、そこで落ちる。あ、やめて、大丈夫。はい、 OK です。多分大丈夫です。焦るの巻き、いや本当にそう、なんで壊れる、勘弁してください。これも無理だわ、きっと無理ですね、これも多分もう戻りません。じゃあ歌いますね、ちょっと歌ったら治るかも。ほんまに大丈夫なのかな、本当にそう、一番リーナが焦ってるからね。じゃあちょっと行きますよ。これイヤホン聞こえるかな、再選曲はしません。あ、とりあえず行きます。
大事な日々が、ああ君のその全てを僕は覚えていたい。輝いてるこんな時、今二人見つめ合って何も言わなくても心が通じているよ。ああ同じ道歩いた君と僕の季節は振り返れば眩しい。輝いてるこの時、ね、携帯の支えが心配すぎてちょっと焦りながら歌いましたが、今までもうまかったけどさらに進化してる、ありがとう。でもね、割とねこの曲がリーナ好きなのよ。この曲割と好きで結構歌い込んだから割とうまいのかも。リーちゃんしか勝たん、ありがとう。普段と歌声のギャップがいい、ありがとうやばい、お腹がめっちゃボンボン鳴ってる。ちょっとねガスが溜まりました、歌って花火ありがとうね。これアンコール欲しい。これのアンコールはないけど、歌うまくてびっくり、ありがとう。次は支えですか？違います、アイドルみたいだったよ。アイドルですからそれでは聞いてください、支え違います。さすがゼスト特待生、ありがとう初見さん服サイズ大丈夫？ちょっと大きいですけど、萌え袖もできるってことで、女の子全開でちょっと須田さんからいただいたものをしっかり可愛く着こなしたいなと思って、輝く着こなせるように頑張りますって感じです。歌唱力出るの？出たいけど出ていいのかがわからない。アイドルがガスって、いやそうなのよ、ガスやばいでしょう。そろそろ親友戻れますか？どうだろうね、みんなが友達なのよ。親友とか作らんくていいかなって思って。かっこいい、ありがとう。今ボイトレはやってるの？やってないです。女の子だったのか？そうです、やっぱり振り返しできるやんって。振り返しってどういうことだ？さすが元スマイリー、ありがとうねカラオケか、そうです、そうです。でちょっと自己紹介一旦します。はい、 SK48 J 期研究生のリーちゃんこと杉本リーナです。犬とウサギが大好きです。最近はポチャックにハマってます。13歳の9月20日生まれの中学2年生です。大型の乙女座です。サイリウムカラーは赤とピンクと白色のかっこいい3色ですね。いや可愛い3色ですね。ぜひ覚えてくれると嬉しいです。そして押してくれると嬉しいです。こちらがサインとなっておりますはい、この服は須田あかりさんからいただいた可愛い服、私服です、片身ですはい、なのでぜひね今日の配信はこの私服に、須田あかりさんの私服に、レアなんでね、着目、いや私服をしっかり見て目に焼き付けてくれるといいなと思ってます。誕生日おめでとう。あ、誕生日じゃないですツーショット会が楽しみだよね。ちょっと次いきますか。ありがとうね、ハートたくさん。ちょっと支えが壊れる前に歌っちゃいたいなと思いまして歌唱力出るのはこの研究生でもね。そうなんだ、片身はあかんってネタですちょっとね、いじりを入れさせていただきました。未完全の須田さん、まだ生きてるのに本当に。もう一個の方は来たの？まだ来てないの、絶対着る。次のショールームとかで、いや誕生日の日に着ようかなって思ってて、本当は今年は毎回ハッピーバースデー言います。ありがとう。服だけ見せてくださいって、ひどいな本当にひどいって分かっとんのか。いやこんな感じですよ。いやあとはちょっと須田さんを見てればわかると思いますけど、
あのクルミン病なのでリーちゃん病にはなりません。はい、わかりました。はい、じゃあ次ね。ハート100個受け取ってありがとう、受け取りました。500個もありがとうありがとうね、しっかりたくさんの愛を受け取りました。じゃあ次何歌おう。なんか、あ、待って、みんなに聞こう、候補としてね。不器用太陽、不器用太陽、ちょっとこれは危うい、正直言って危うい。一応括弧として候補に入れとくね。不器用太陽か濡れながら雨か、水のないプールないからか、あと何があったっけな、割と静かめの曲がいいな、リーナは。じゃあこの2つでどっちがいいですか。だんだん扱いが雑に、たまごさん助けて、雑じゃないです、だってくるみん推しなんでしょ。リーナ病にはならないんでしょ。どういう扱いをすればいいの、逆に。明日誕生日プレゼント送れない、気に入ったら来てください。ありがとう。着るものなんですね、着るものなんですね。ちょっと推理が始まりますよ気に入ります、絶対。未完全で公園のシーン後ろ姿映っちゃってた、マジでバイクの後ろに乗ってスライダースーツだね、バイク。ああ、そういうことね。パレオ、パレオか、パレオでもいいかも。でもどれがいい、すねながら雨、すねながら雨か、みんなすねながら雨じゃん。じゃあとりあえずすねながら歌います。オコリーナもらえたら全部です。本当今日1位オコリーナしたんだけどな、ワイにも雑なような気が、雑じゃないですあ、待って、今君が始まっちゃったすねながらですね、あるかな、ながら雨、当てにしちゃった、あ、雨、オッケー、あるかな、あ、ないないない、死ねながらない、不器用太陽あるかな死ねながらないんだ、不器用太陽ならありました。待って、ちょっと危ういけどとりあえず歌うね、やばかったら止めます。いやでも大丈夫な気がする。じゃあ最初確認させて、なんだっけ、ちょっと聞きます、最初だけ。ああ、これか、トゥン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 、アスファルトの熱でみたいなやつかアスファルトの熱で、聞こえますか、持ってた方がいいのかな。近づくワンピースの花が風に舞い上がってキュンとさせるよ、僕たちは何か始まるのかな。好きなのに知り合って長すぎる、海へ行きたいって君が言い出す、友達のままで海へ行って何をすればいい。僕は相変わらず視線合わせず、口が勝手に欲しいスニーカーの話をしている。夜行バスが通り過ぎた瞬間、二人げなく君をかばう。僕は不器用
ただ君のそばで照らしてるだけだ。言葉にできやしない消極対応。恋する季節がもどかしい感じで、じりじり熱いだけだ。終わります。ごめんなさい、ちょっと危うかったです。危うかったです、ごめんなさいね。おジュリセンター、そうですね、ジュリさん、ジュリナさんが、松井ジュリナさんがセンターの曲ですね。きのこさんの誕生日終わった、おめでとうとは言いましたみんな安心して、僕の扱いが一番雑だからって。雑じゃないですよ本当に。怒りな好き、欲しすぎな人多いね、本当にそうですよ。ナス送ってきた、ナスはあずあずですよ。表情もありがとうじゃパレオ歌おうかな、なんかさ、ちょっとさ低めの曲ない、ちょっとリーナがうるさくならないような曲。あ、ありがとう、なんか地球儀みたいな回るやつ、ありがとうございますなんか名前あったよねこれ、歌ってたら大人っぽい、ありがとうブチってきた、ちょっとごめんなさい、切りました。全然良かったのにって、本当一番雑は僕やろ、そうかも、二重人格とか言っちゃってね、ごめんなさいね、悪いなみたいな顔したね、しますよ雷に会えなかったらしいね、そう会えなかったの、僕と同じく、ね、眠ってしまった人がいる。ちょっと本当？得意な歌？得意な歌かないね。無意識、あ、あ無意識歌えるかも。ちょっと無意識にしよっかな。いつもうるさってやめて。ミラーボールか。ミラーボールありがとうございます。地球じゃないね。ミラーボールのことかな。そうですね。僕はキノコさんの誕生日祝った。本当？ちょっと無意識にしよっかな、リーナ。無意識、あれ無意識ってあったっけ、バラもやりたいな、アリーナが好きななんで残酷な、チャイムあったらよかったのにね、これちゃんとね雑に扱う、仲いいってことでよき、まあミラーボールが地球儀、地球儀似てない、皇帝の子犬、あ皇帝の子犬も、ああれは高いなちょ行きます、いきます、はい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 、名古屋ガールズフェスティバルバージョンで、はい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 、今の回答もどこだったっけ、僕じゃないから、あれどこだったの、全部どこだわ、この光に色があるように、どんなものにも色があるよ、希望という名の未来の向こうは青みを帯びてる、世界の仕組みは単純で、そこに見えるものが全てなんだと思ってた愚かさよ、僕たちの無意識は一体何色だ、愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり合ってくように愛は二人だけの特別な色さ、ある日見えてくれんだ君と
同系色意識しなくたって I love you。 ごめんなさい、全然静かじゃなくてちょっと笑っちゃいました。絶対その静かだから静かだと思い込みました。心が沈んで枕の夜も静寂には色があるんだ。壁と天井にぼんやりと浮かぶ不安なオレンジ。こんなに仲良くしてたのに友達以上にはなれないなんて。見過ごしたときめきよ、僕たちの関係は一体何色だ。大切な存在気づかずにいたけど、目が合った瞬間引き込まれてくように、なぜか懐かしくてしまう。ごめんなさい、見えなかったよ、そこにあったなんて叫び続けてた愛に銃。ごめんなさい、僕たちの無意識は一体何色だ。愛しさはいつでもゆっくり近づく、さりげなく寄り添い混ざり合ってくように、愛は二人だけの特別な色さ。君も今は見えてる愛のこんな色が意識し始めた I love you。 ありがとうございました。全然高くなかったです。想定外でちょっと驚きました。全然高くなかったですね。違う、めちゃくちゃ高かったですね。全然低くなかったですね。あ、美味しい。無意識の色好き、本当よかったよかった、うまい、ありがとう。やっぱりね、座ってから高音は無理です。だから低いっていうか歌いやすいやつがいいんです。苦情も苦しい。そうなんですよ、第一関節いいね。あ、第一関節でやってた、もしかして。え、どうしよう、リナなんか歌いたいな。あ、やっぱバラの意識か。バラの意識じゃない。バラの意識ですね。スタンドも頑張りました、ありがとね。リータ、そういえば明日チーム S の新公演見てきます。浮気なので怒りなください。浮気だね、怒りなですよ。これは希望に応えた怒りなじゃないですよ。水筒よ、そうです、水筒よ。水筒よです、こちら。バラの儀式歌おっかな。スタンドバイユーも好きだけどさ、全部高いわ。恋人はそばにいる、今はまだ友達でも、きっといつの日にか特別な人になるんだ。ドラマティックなことなんて何も起こらなくても、君とも出会ってる、いつだってスタンバイユー。歌えるやんって、裏声使ったからね。
本当の曲はあんま歌う裏声使わんやん。ちょっとね、本家に寄せていきたいんです裏声とかはね大事だから。裏声使わないとこは裏声使わないし。どういう怒りなの？浮気したからだよ。どういう怒りな？あ、そう、希望に沿った怒りなんじゃないからねってこと。怒ってるんだからね。キョッピー始まったからバイ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 、ぜひ行ってください杉本ちゃんの配信がわざわざの配信に行きますが浮気ですか？行くまでは大丈夫、推しにせなければディーナー昨日ライブありがとうね、可愛かったよラブ、ありがとうラブありがとう、見つけたよ。コリーナ欲しいな、悪いことしないと、うん、頑張って頑張ってくださいね。やっぱり俺にジャズって、だって行くんでしょ、行くんでしょ。リーちゃん何が歌えるかな、何が歌えるのかな何が歌えるんだろうね。リーナまばらです、本当にこの公演劇場、この公演の歌が歌えるとかでも特になく、あのまばらです。リーちゃん一応白から行くわけ、ありがとう先輩に今気持ちいいし、あ、それは違うね、そっか先輩か。一旦停止、待って、ちょっとごめんなさい、想定外でした。頑張れ頑張れ、立ち直れ立ち直れ、頑張れ頑張れ、あ、いけた、 OK、 治った治ったどんどんの負担考えるとこプロ、ありがとう。ちょっと壊すけど、ごめんなさい、最初からにします。どうやったら最初からにできるんだろう、これって揺れてます、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、目に負担、ごめんなさいね。ゴリラが欲しかったね、そうなのね、気に入ってよ、あげないけど、あげないけど、出会わなかったらこんな傷ついて泣いたりしない、何を捨てて何を手にしたの、あなた一人愛している女二人、なんて残酷な愛という名の儀式、未来どちらか一つきり落としましょう、なんて素敵な真実の確かめ方、とってもいとおしいバラを並べた後片方の枝を切る、知らずに胸を痛めてる偽善者のその日、こんなに花が咲くのならいくつ間引いたら助かるのかな、私降りる、それでもどこにあなただけは悪い人にしたくないの、なんてあげない愛のエンディング、心決めたら
美しい花になる。残酷な愛という名の儀式、未来どちらか一つきり落としましょう。なんて素敵な真実の確かめ方、とっても愛おしいバラを並べた後、片方の ございました。いや、やっぱりね、いい曲ですよ好きなんですこの曲。男の子なので浮気してるので、浮気してくるので怒りなください。浮気を自己申告するとはもう怒りないですね、それは本当に。そういえば昨日さんと会いました。本当騒がしいカラオケ配信やね、本当に。33分、今38分です。イントロいいよね、わかる、めっちゃわかります。あかりんの服着てるから宿題しないと。本当に早速着てますよって。りーちゃんの歌声好き、本当ありがとうね。あ、ありがとう。また名前忘れちゃった。なんかくるくるした地球儀みたいな形のやつ。ありがとうございます。なんだっけ名前。何々ライトみたいな名前じゃなかったっけ。感想動線大変、本当に。バラありがとうね。バラの儀式でしっかり。ブラボーと、あの、回る地球儀みたいなのありがとうございます。そう、名前はわかんなくて申し訳ない。ミラボールか。ミラボールだった。ミラボールありがとうございます。ブラボーもありがとうね。昨日たまごさんとかみなちゃんに初めてできました。初めましてできました。より一層現場が楽しくなりそうです。ほんと語ったありがとうね、パチパチ素晴らしい、ありがとう、すごくいい、ありがとうね。えふんふんさん、昨日はありがとうございました。あ、かみなからサインもらった。あ、もうもらえたか。もうもらい終わったんだ。かみなちゃん可愛いでしょう衣装も好き。あばらの儀式ね、あの赤いやつかわいい。りーちゃんの服素敵、あり、服じゃない声素敵、ありがとう。好きな曲だけあってさすがですね、ありがとうね。好きなんです、やっぱアイドルみたい、みたいじゃなくてアイドルなんですよ実は。お歌うまいじゃないですか、ありがとうね。初見さんこんばんは。いずれいい公演であの赤い衣装を着るようなねチーム E さんになったらね。ミラボールだねまだ宿題やったの、やりました宿題。カミナのサインください、私も欲しいって。わかるよ、リーナにもちょうだい。ミラボールが回るダンスフロア、ハロウィンナイト大好きマン。そうなのか。あ、クマちゃん、クマありがとう、ありがとうね。クマちゃん僕も園長に会いたい。園長ね、かわいいよ。もう回る地球儀でも通じますね本当に。でも地球儀って全部丸くない。けんさんこんばんは。本当に13歳ですか。13です。やっぱり雑やん。雑じゃないよ。あとさりな、あれな、あれ歌いたいな、はい、365日の紙飛行機歌いたい。でもないの悲しかった。すねながら歌いたかったな。すねながらレイニーナイト、生きることも嫌になってくるわ。私頬が濡れているのは弱い自分支えようとしたせいよ。
美味しい。なくなってしまいましたよ。365日の神リーナだと違いますね。いいドラマそうだね。家族にカラオケ聞かれてない？聞かれてますよ。はい。アカペラ来たって。スタンドバイユー聞きたいねえ。また今度歌います。ちょっとね、ちょっと夜なんで苦笑を心配してるんです。とりあえず昨日浴衣のリーナが見れたのでサインなくても強く生きます。強く生きてください。浴衣可愛いよね、あれ。歌います。めっちゃ久しぶりに歌う。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょっと息を飲んでたら来てしまいました。もう一回行きます。ごめんなさい。パパさんに点数つけられてないって。パパカラオケの点数つけてない？つけてない？アリーナの？つけてないです。でも普通にカラオケ行くよパパと。ごめんなさい。えって。ごめんなさい。失敗しました。待って、高くない？ちょっと中断、ごめんなさい。高くない？高いんじゃないって言われて、だよね、なんかおかしくないって思って、朝ちょっとごめんなさい、中断しちゃって。合ってる？高いんじゃないって。え、待って、ごめんなさい。高いよね？高くない？高いんじゃないって。高い気がする。リーナも1音高かった。だよね。ちょっと待って。朝の空を見上げて、朝じゃない、今日合ってる？今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。時には雨も降って涙も溢れるけど、合ってる？思い通りにならない日は人生はでしょ。合ってる気がする。さっきは間違ってた。ごめんなさい、やり直しよ。ちょっとごめんなさい、本当にごめんなさい。次こそは、待って、サビ歌ってから行こう。待って、人生は紙飛行機、願い乗せて飛んでゆくよ。合ってる？で合ってるかな。合ってる？ちょっと不安になってきた。笑顔でいられるように、そっとお願いした。合ってる？合ってたら合ってって言ってください。合ってる？よかった。じゃあ歌います。ごめんなさい、自信持ってて。いや、今手元に2台目のあれがないんで、スマホがないんで、ちょっと確認できないんですよ。歌ってみよう。そうだね、いけると思う。ありがとう。
初見の初見さんこんにちは。待って。いける気がする。間違ってる。あんな高くなかった。あんな高くなかった気がする。ちょっと判定ができないですね、これは。暑い、しかも。暑い。判定ができないです、これは。分からんて。待って、ごめんなさい。ごめんなさいね、本当に。気取りまくってて、本当にそう。違う、自分が気持ち悪いの、合ってないから。気持ち悪くない？聞いてて。B メロの最初だけ違ったのか、そういうこと？だよね、B メロの入り？どこだっけ？時には目を振って、多分大丈夫だよって。やだー、なんか気持ち悪かったもん、聞いてて、歌ってて。どうしましょう。あー、ごめんなさい、ちょっと今日無理だ。今日無理ですね、私。今日無理だ、ごめんなさい。ですね、スマホがないから確認ができなくて。次回リベンジ、そうですね、次回リベンジします。ずっとが少し高かった、そういうこと、そういうことか。やばいかも、久しぶりすぎて。ごめんなさいね、ごめんなさい。ずっと見てる夢は楽しく歌えればいいんだよって。間違えることだって覚え間違えることだってあるのよ。ありがとね、優しい、ありがとう。めっちゃ優しい、笑顔で言ってくれればいいって。ありがとね、笑顔で言います。ごめんなさい、クマありがとね。もう本当にこんなことやっちゃってみんながクマっちゃいますね、本当に。ごめんなさい、今合ってた、本当。そういう時もあるから気にしなくていいよ、気にしないです。少しは気にします。僕を好きならいいよってどういうこと。今アカペラで歌ってたのは合ってた、本当。ずっと見てる夢は
私がもう一人いてやりたいことを好きなように自由にできる夢人生は紙飛行機願い乗せて飛んでゆくよ力の限りさあ進むだけこのその距離を競うよりどう飛んだかどこを飛んだのかそれが一番大切なんださあ心のままに365日いいんじゃないこういうことですよアカペラしか無理だったってことですねごめんなさい24日の昼外資行くから楽しみにしてるありがとう頑張ります外資もカペラインにありがとう52分ですが大丈夫ですかそろそろ終わりますスクショタイム撮りますちょっと変な終わり方でごめんなさいねスクショタイム撮るんでポーズをお願いします私が代わりに歌ってストーリーに載せとくわってあお願いします代わりに歌ってもらって今合ってる今合ってたよねやっぱりりーちゃんは楽しい本当本当プロ意識すごってありがとう人生はカミリーナってカミリーナじゃないですマイク切れてない切れてないマイク切ってないからダブルピース優勝したぞポーズむずトロフィー持ってる的なこれトロ鼻になっちゃうねトロフィー持ってる風でいきますよ3、2、1カシャ OK 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 かなダブルピース3、2、1カシャダブルピースギャルピース3、2、1カシャオッケーバッキュンポーズ3、2、1バッキュンカシャちょっと不規則なカシャで紙飛行機ポーズと飛ばす前ねこれふん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 オッケー地声に聞こえる地声に聞こえる何がだ今日もりーちゃんが一番可愛いポーズちょっと萌え袖使います須田あかりさんのふん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 須田あかりさんの萌え袖ですよときめきポーズふん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 ときめき無意識のポーズちょっとあえて第一関節でうん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 ふんで次普通にねうん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 ふん無意識の色ポーズです無意識のポーズね須田海さんにありがとうポーズめっちゃありがとうしなきゃいけないからねちょっとこれ頭下げすぎだな下げすぎたいぐらいなんだけどじゃあもう普通にふん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 ありがとうございますって本当に須田さんの服取ったのポーズってシャーって感じですよ本当に嬉しいですすごいふん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 服いただきましたスクショじゃなくて3連投げ中昨日さワンチューしかできなかったよねすださんポーズってむずすださんポーズって何やればいいのなんか割とすだあかりさんってあざといって感じと元気って感じとあかりって感じリーナのイメージで
割と眉毛を下げて笑ってるっていう表情がね、こんな感じかな。下げるのむずい。こうチームいいポーズ。いいはピースにこうだね。ん違う、こうだ。ふんふんふんふふ、いいです。今のポーズ。今オッケー。りーちゃんの歌声聞けてすごく元気だよ。ありがとうね、すごく元気出たって、ありがとう。りーちゃん配信ありがとうございました。次の配信も楽しみにしています、ありがとう。多分明日だな。須田さんの服ポーズ、こうしようかな。須田さんの服ポーズです。洋服を見せる感じ、さっきやっちゃったな。洋服を見せる感じですね、こちら。やっぱりりーちゃんが一番可愛いポーズ。やっぱりりーちゃんが一番可愛いなって。ありがとう。ガオにも見える。そうだよね、そうだよね。やっぱオカリナポーズいいよ。オカリナポーズです。 2日連続でリーナ見れて嬉しすぎた、ほんと大好きラブって。やばい、時間がやばい。背中にかかってぽいポーズ。オッケー。ごめんなさい。そうですね、もう終わります。今日はありがとうございました。最後ちょっと早くてごめんなさい。いや、飛行機もごめんなさい。リベンジします、次。あ、多分明日はやんないけど。じゃあまた今度。じゃあありがとうございました。皆さんグッドナイト、いい夜をお過ごしになってくださいね。あ、しっかり寝て明日も元気に頑張りましょう、月曜日。はい、さよなら、ありがとうございました。ぜひ宿題してください。あとフォローもよろしくお願いします。宣伝も